はい、今朝ですね、本家と元祖の連動ダンジョンにある、あやかしコインを使って回す妖怪ガシャありますよね。あれを使ってね、妖怪ガシャ回しちゃったらね、なんとね、ゴルニャンが出てきてくれたんですね。でね、その前の日はですね、初めて妖怪ガシャ、あやかしコインを使って、初めて妖怪ガシャを回した時は、なんだっけな、これが出たんですよ。プラチナの焦げし。これが出たんですね。いいね、連動ダンジョン。結構ね、レアなアイテムとか、レアな妖怪がね、じゃんじゃん出てきてくれるような感じがして、相当いいですね、連動ダンジョン。いいね、ゴルニャン。ちょっとだけロムニャンとね、色が違うだけなんですけど、この神々しさ。ずっと欲しかったんですよね、ゴルニャン。で、今回の動画はですね、何をするのかというとですね、私、このゴルニャンだけじゃなくて、ロボニャン F 型も持ってるんですね。で、あとですね、ノーマルのロボニャンが揃えば、僕はですね、ロボニャン3兄弟が揃うということで、今回はロボニャンをゲットしていこうかなと思います。とりあえずね、ロボ G 入ってますけど、ね、ロボニャンを手に入れたいんですよね。でね、インターネットで僕調べたんです。インターネットで調べたら、この熊本村分校に、ロボニャンが仲間になるクエストがあるらしいんで、やっていこうかなと思うんですけど、そうそう。まだフルーツには仲間にしてないんですよね。めっちゃ遅いんだけど、最初の方はですね、結構戦っていたんだけど、途中から、飽きちゃったんですね。だから仲間になってないんですよ。で、いいんですよ。フルーツニャンは、今回はどうでもいいんです。今回はロボニャンを仲間にしたいんですよ。ケマモト村分校にあるクエストをやると、ロボニャンが仲間になるっていう話なんですけど、これでいいんですかね？花子さんなんだけど、本当にこれでいいの？ちょっと話しかけてみるか。はーい、花子さんです。しかし、今日はトイレではないんですね。トイレの花子さんって言いますのに。いくら私でもトイレにしかいないわけないじゃない。あ、それは失礼。でも何してたの？窓からね、外見てたの。外？何かあるんです？外に妖怪でも飛んでたりなんて。そう、飛んでるの。これ、どうやってロボニャンに繋がるのかな、話が。全然見えてこないんだけど。え、本当にそうなんです？でも空飛ぶ妖怪って結構、空飛ぶ妖怪ってロボニャン？もしかして。え、猫の妖怪って空飛ぶの普通。猫の妖怪ですか？あんまり飛ぶもんじゃないですね。空からジバニャンが落ちてきたことはあったよね。そんなことあったっけ？覚えてねえや。あ、トラックに跳ねられて飛んできたとかそういうことか。あ、そんなこともしかしちょっと気になりますね。どうです？もう少し詳しい話聞いてみません？発見！未確認飛行妖怪。あ、これっぽいね。レベル45が結構高いな。今回ですね、ちょっと弱い妖怪たち入れてきちゃったんですけど、大丈夫かな、これ。ねえ、花子さん、それってどのあたりで見たの？山の方かな？山ですか。まあ、このあたり、山だらけですけどね。うるさい。あのね、木内山っていう大きな山知ってる？木内山知ってる。なんかフルーツのね、まあいいや、それはいいや。あ、うん、登ったことあるよ。そのてっぺんあたりだと思う。猫の妖怪、いつも飛んでる。今日は見えないけど。ふみちゃん、こういう時はですね、山に登って周りを見渡すパターンですよ。やっぱりそれが一番かな。ええ。木内山の山頂上に絶好のスポットがあったはずですよ。うん、登ってみようか。あ、見つけたらあたしにも教えて。空飛ぶ猫ちゃん、ちょっと見たい。うん、また来るよ。あー、なんだこれ。木内山の山頂まで行かなきゃいけないのか。ちょっと待って。結構時間かかりそうですね。で、レベルがですね、45ということなんで、ちょっとね、妖怪たちが弱いかな。うん、変えていこう。ゴリアンレベル1っていうのちょっと厳しいな、これ。変えていこう。さて、じゃあ、一旦ですね、おばあちゃん家戻るか。おばあちゃん家ね。いいね。さてと、僕のですね、レジェンド妖怪、今回はですね、山吹鬼が完成したんですけど、あと、ヤマタンに関してはですね、きらめきが揃えば、完成ですね。だから、もう少し、ヤマタンの方ももう少し。さあ、妖怪変えていこう。ゴールニャンちょっと厳しいんで、どうしよっかな。どうしようかな。いいや、ゴルニャン入れていくか。ね。で、ちょっと影オルチを変えていこう。もうちょっとレベルの高い。よし、読み元帥いこうかな。これでいこう。さてと、木内山だっけ。木内山ね。ずーっとキウイキウイ言ってましたけどね、木内山のこと。名前がややこしいんだもん。さあ、着いた、木内山。こっから頂上だっけ。お、なんだこの妖怪。モレゾウか。こんなとこにもいたんだ。さあ、ね、ロボニャン探しに、木内山の頂上に来たんですけど、おそらくこのなんか墓っぽいやつが、ね、ロボニャンに関係しているんですけど、なんか A ランクの反応あるな。ちょっと調べてみよう。あ、これがロボニャンってことか。あ、そういうことかね。なるほど、なるほど。めっちゃ飛んでんじゃん。もう少しで捕まえられる。ロボニャンもね、前作の妖怪ウォッチね、仲間にできなかったんだよな。っていうかなかなかキャッチできないぞ、これ。よっしー。これ一発で仲間になってくれるの？私をサーチしていたのは誰だ？あ、空飛ぶ猫妖怪。猫ではない、私はロボニャン。ジバニャンの未来の姿だ。ロボだったんだ。もう猫どころか妖怪ですらないよ。いや、妖怪のようですよ。ロボニャン、れっきとしたロボ妖怪です。ロボ妖怪、もう何でもありだね。妖怪ウォッチって何でもありだね。でもそんな妖怪がこんな山の奥なんかに。いや違う、私は未来から来たのだ。未来から？未来の技術によりついに私はタイムジャンプ機能を獲得した。そうなんだ。ピピッ、サーチ完了。ほう、お前たちなかなか優秀な妖怪を連れている。え、ありがとう。何、俺言っちゃってんです。この時代のデータ収集のためにこれ以上のサンプルはない。では試させてもらう。バトルセットアップ。コンディションオールグリーン。バトルスタート。これあれかな。ちょっと待って、1日1回バトル的なやつ。ちょっと仲間にするの時間かかるのかな、これ。あ、くそ、チョコボあげられないじゃん。くそ。じゃあね、向こうもロボニャンということで、こっちもロボニャンの技出していこう。ロボニャン F 型、ああ、ゴールニャン。まあレベル1だからしょうがないけど。おお、なんかすげえ。あ、自爆系か。ちょっとおい、ちょっと勘弁してくれよ。自爆系だったんだ。あー、ロボ G がやばい。メンバー変えよう。自爆系の技はさ、ちょっと使いどころがよくわかんないよね。結構硬いんでしょ、ロボニャンだから。うん、結構硬そう。ロボニャンもうちょい。よし、キャンセル。よし、倒した。倒したけど、なんか仲間になってくれそうな感じがしない。1日1回バトルこれ。ロボビタミン E、 なんだそりゃ。さて、損傷率 50% オーバー、撤退を推奨。うむ、頃合いだ。フルスペックの私ではないと上、ここまでやるとは大したものだ。まさか本気じゃなかったんです。そしてお前たちのデータから興味深いエリアを探知した。エリア名桜ニュータウン。どうやらこの地域よりも有用なサンプルが得られそうだ。こいつ、今度は桜ニュータウンに行くつもりなんじゃ。その通りだ。目的地セット準備。え、また誰かとバトルするの？ふみちゃん、こうなったら追いかけますよ。この私に追いつけるかな。目的地セット完了。ライドオン。I'll be back。 I'll be back。 じゃあ戻ってこいよお前。あ、行っちゃった。ちょっと待って、どういうこと？これ何？桜町まで行かなきゃいけないのこれ。これか。木内山で空飛ぶ妖怪ロボニャンを発見。突然のバトルに勝利すると ロボニャンは桜ニュータウンへ向かって飛び去る。ロボニャンを追いかけて探し出そう。うわー、これそういうことか。これから桜ニュータウン行かなきゃいけないのか。じゃあ行きますよ。行きますよ。そうか、ワープすればいいのか。さて、桜中央シティ来たんだけど、ロボニャンどこ行ったんだ？あ、結構遠くな方に行ってる。これ仲間になってくれんのかな。ここまで来たのはいいけどここまでやって仲間になってくれないとかすごい寂しすぎるよ。さてと、ん？トンネルの中か。お、そうだそうだ、この奥にいるんだ。お、人が来た。あ、ロボニャン結構遠いとこ行ってんな。チャリンコ使おうちょっとどこまで行ってんだよマジで。さ、なんか桜ニュータウンにね行ったっていう話なんだけど、全然違う場所じゃん。おい、どこまで行ってんだよマジでいや、無視しよう今はいいや。またわけわかんねえとこ行ってんなロボニャン。どこまで行かせるつもりなんだろう。あ、おっさんが立ってる。いや、これはちょっと遠いな。さあ、ついに来たけど、ロボニャン。ん？上か。あれ？どこ行ったロボニャン。ここもしかして。あれ？ここら辺にロボニャンの反応があるんですけど、どこ行ったんだあいつ。あれ？ちょっと待って。このハテナかな？どこに反応があったんだろう。あ、違うよ。これは違う。謎の立て札。これは関係ないやつですね。ロボニャン F 型どこ行ったんだマジで。どうすればいいのこれ。まあとりあえずこれやるか。お、あ、これか。なるほど、なるほど。A ランクの反応があった。これだ。探したよ。ここにロボニャンがいるんでしょ。あれ、いないじゃん。あれ、どこにいる？ロボニャン、ロボニャン、ロボニャン。ちょっと、ああ、いた、なんか、あ、いた。お前、こんなとこにいたのか。ちょっと待って。よし、ロボニャンを見つけた。私をサーチしていたのは誰だ。またお前たちか。ロボニャン見つけた。誰か襲ったりしてないよね。失礼な。私はバトルのデータを収集していただけだ。それが襲うってことでしょうよ。しかし実はこの付近のエリアではサンプルが不足していたのだ。やはりお前たちこそデータの収集にはふさわしい。これってまさかまた？お前の予測通りだ。バトルセットアップ。またかい。また戦うの？ちょっと待って。まあ、戦うのはいいんだけどさ、これ戦った後また熊本村に行っちゃうとかそういうオチないよね。よし、じゃあ戦おう。ロボット同士で。ね。やっぱゴールニャンダメか。さっきね、レベル上がったんですけど、レベル5に上がったんですけど、さすがにダメか。うお、すげえ。通信対戦で見たことあるけど、すげえな、ロボ G。 さあ、ロボット対決って言いましたけどね、ちょっとブシニャン出そう。時間ね、かかりすぎちゃうから。チョコボをあげたいんだけどさ、あげられないんだよね、これ。お、そうかそうか、ロボニャンの攻撃はね、ロケットパンチだったんだ。そうだ。よし、倒した。ちょっと今度こそ仲間になってくれよ、マジで。お、またゴールニャンのレベルが上がった。レベル7。さあ、今度こそ損傷率 75% オーバー、自己修復機能起動。やるではないか。データ更新、以前よりも戦力がアップしているな。みんな強くなってるからね。お前たちにはフルスペックの私で対抗するしかないだろう。あ、またしつこいな。ファイナルバトルにはそれにふさわしい場所が必要だ。桜ニュータウンエリアで最も未来的な場所で待つ。未来的な？それってどういうこと？あれか、めっちゃでっかいなんかツリーみたいなやつあるけど、ねえ、いや、ツリーっていうか東京タワーみたいな場所があるけど、あそこか。高度な技術が必要な場所だ。目的地セット完了、ライドオン。I'll be back。うわぁ、また行っちゃったじゃん。次はどこ行けばいいんだよ、これ。ちょっと待って。どこ行けばいいの、これ。桜ニュータウンエリアの中でも未来的で高度な技術が必要な場所らしい。ってことは桜エクセレントツリーじゃないかなと思うんだけど、違うかな。歩いて行ってもいいんだけど、ちょっとめんどくさいよ、それは。さて、ビンゴ、ここだ。ちょっとこのクエストあっち行ったりこっち行ったり大変だな。さあね、もうそろそろ仲間になってくれると思うけど。お、 A ランクの反応これか。ロボニャン。さあ、これね、探すのが大変なんだよね。おお、いたいたいた。早速いた。おいで、おいしおいしおいし。あれちょっと下手くそ、俺。よし。これがいよいよファイナルか。私をサーチしていたのは誰だ。しつこいよこれ何回この会話やりとりするんだよ。お前たちだったか。遅いぞスローリーだ。もしかしてずっと待ってたので、こんな場所にいたんですね。確かにツリーは未来的ですけどね。ここへ来たということは準備も完了しているということだな。では始めようではないか。バトルセットアップいいや、もうここら辺は。さあ、これでいよいよ仲間になってくれるのか。もう一気に戦おう。あー、ゴルニャンゴルニャン、ちょっとゴルニャン入れた意味がなかったなロボット対決っていうことでゴルニャン入れたんですけどね、ちょっとレベルが低すぎた。で、硬いねこの。あー、しかもすげえダメージ食らうし。もうちょっと待ってさすがファイナルモード、さっきよりも全然強い。読み元帥入れといてよかったよこれ本当に。おっと待ってくれ、厳しいブシニャンがやばいよ。なんでブシニャンばっか狙うんだよ。よし、倒した。ようやくだよこれ。さあ、これでようやく仲間になってくれるんだよね。ゴーゴーゴー B。 大丈夫、やりすぎたかな。問題ない言語機能を損傷していただけだ。だが自己修復機能が働き、今は正常だ。便利な体ですね。よかったですね。とはいえフルスペックの私にここまでの痛手を与えるとは。でもロボニャンも強かったよ。いや、不十分だ。だがお前の指示に従えば私はさらなるバージョンアップが可能かもしれない。ふみちゃん、これちょっと回りくどいですけど、もしかして友達になりたいってことじゃありませんか。そうとも言う。でもいいよ、そんなことなら友達になろうよ。了解した。お前を新たなマスターとして認識する。おあ、しかもレアな妖怪なんだロボニャンありがたいねえ。前作の妖怪ウォッチでは確か工事現場にロボニャンがね、出るんですけど、で、僕もね、何回か探しに行ったんですけど、結局ね、仲間にできなかったんですよね。うん。他のレアな妖怪たちはですね、結構仲間にしてたんですけど、ちょっと待って。ニックネームはやめよう。オッケー、これでロボニャン3兄弟が揃ったなよし。あ、そうだそうだ、花子さんが見たがってたんだ。あ、これ結構ね大変だね。あ、そうだ、熊本村の文庫に戻ってみよう。いや、やっぱね、花子さんちょっと田舎者だからね、ちょっと都会的なもの見せた方がいいのかなじゃあね、今から花子さんに近未来的なものを見せに行こう。いや、まさかねえ、花子さんからこのロボニャンのクエストになるとはちょっと思わなかったな。よし、じゃあおばあちゃんち飛ぼう。さてと、ロボニャンは仲間にできたんだけどね、このフルーツニャンたちもね、そろそろ仲間にしないとねちょっと今更感が漂うんだけど、まあ、これはまあいいとして、花子さんだよ、花子さん。なんかロボニャンをね、見たがっていたらしいので、戻ってきたんですけど。はい、どうしたの？花子さん、こないだ、空飛ぶ猫の妖怪の話してたでしょ？あれ、見つかったよ。本当？うん、それがこの、お前が私に興味を示していたというのは、ロボニャンだよ。まあ、ロボなんですけど、空飛び猫には違いありません。あ、もっと違うやつを想像していたのかもしれない。花子さんはね。まあ、ロボですけど。これが花子さん、どうかした？うむ。私は未来のロボット、このスペックに見とれているのだろう。これが猫ちゃん？どうだ、惚れ惚れする性能だろう。私こと未来の技術のかわいくない？うわあいなくなった。あ、これでおしまいなんだ。ロボニャン消えちゃったじゃん。結構繊細な心を持ってるんだね。お、経験値やばい。2310。ボーナスチャンス。あ、外れか、これ。お、大当たりか。ちょっと妖怪ウォッチの何が外れで何が当たりで何が大当たりなのかよくわかんないんだけどね、これ。お、青コイン。あ、これでようやくクエスト完了ですね。これ何分かかったかな？ 33 分。ちょっとね、この動画、編集するんで、33分よりも短くはなるんですけど、結構かかったね。ゴルニャン、ロボニャン F 型と、あとロボニャンの、このロボニャン3兄弟で、まあ、このクエストの後にですね、通信対戦でもやろうかなと思ったんだけど、ちょっと時間的に無理だね。うん。長くなってしまったんで、はい。じゃあ今回はここら辺にしようかな。うん。で、通信対戦でね、このロボニャンと、ロボニャン F 型、ゴルニャンのね、この3兄弟出してくる人、たまにいますけどね。僕もね、ちょっとやってみようかなと思います。はい。今回は結構長くなってしまったんですが、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。